演劇制作隊 V ネット第20期橋本アンナです、座右の銘は無駄なことは何もないだと思ってます。なんかいろんな経験させていただいたり、一見これいらないかなって思ってたことも案外後で役に立ったりしたなって思うので座右の銘にしてます。好きなことは食べることがすごく好きで、特にあの生クリームが大好きなので、家に今生クリームを、まあ、ラジオの企画でもあるんですけど、生クリームを今1リットル家にストックしていて、どんな風に食べようかなってワクワクしてます。言いたいこと、あ、最近前髪を作りました。あんまり前髪作ったことないんですけど、前髪を作りました。すぐ割れちゃうんで、なんかハゲてるみたいになるのがあーってなるんですけど、みんなよく前髪管理してるなって思います。あと西川さんから回ってきたすごい真面目な質問を、 V ネットに入ってやりたいこと、達成したいことは何ですかという質問なんですが、 V ネット私が入る前にいくつか感激させていただいた時に、すごくその存在感のある役者さんが多いなと思って、ぜひね、私も存在感のある役者になれたらなって思ってます。存在感は大きく、自分の体積は小さくなるように頑張りたいと思います。次は私の同期の西京くん、京ちゃんこと京くんにバトンを回したいと思います。質問です。これだけは譲れないっていうこだわりはありますか？休憩時間とかに結構自分でこういろんなことやってるので、なんかこだわりとかってありそうだなと思って、この質問を投げかけたいと思います。はい、演劇制作隊 V ネット第20期橋本アンナでした。よろしくお願いします。